ジョバンニ・ボルォーには、イタリアの作曲家、パルマ出身。パルマ音楽院で学んだ後、サボーナのオーケストラのバイオリニストになり、さらに、コンサートマスターと指揮者を務めた。その後、ペルージャのモルラッキ劇場の指揮者となった。1884年に、トリノの霊場劇場の音楽監督となり、ジャコモプッチーニのオペラ、妖精ビリの改訂版書演の指揮者を務めるなどした。 1887年から鳥の音楽院の校長に就任し、29年に渡ってその職にあった。教え子にエドガー・バレーズラがいる。メヌエットが知られているが、ミンジコン、アルプスの星、イエラなどのオペラもある。その他に、弦楽オーケストラのための主題と変装や、小オーケストラのための中世の城などの還元楽曲、弦楽史重奏曲、 バイオリン商品などがある。ザニューグローブディクショナリーオブミュージックミュージシャンズ、ロンドン、マクミランパ・パブリッシャーズ、1980、プチーニ、メアリー・ジェン・フィリップス・マッツ、ディツヨ・ナーリオ・ディ・ムジカ、ディ、エーデラ・コーテネル・イー・ジーエム・ガッティ、エド、パー・イビア,ア・シー、トリノ、1956、ポー、82、エドガード、ビクター・アキレ・チャールズ・バレーズ、 b-i-o-g-r-a-e-p-h-y-a-t-s-q.com ありがとうございます。